皆さんこんにちは、黒田まゆかです。今日はですね、何の企画をやっていくかと言いますと、初めての5分メイクに挑戦していきたいと思います。イエーイ。ちょっと今ね、テンション高く頑張ってるんですけど、寝起きリアル20分、15分ぐらいか、服着替えて歯磨いてしたぐらいなんで、第一声を今ちょうど発したんですけど、で、私そもそもいつもね、メイクするときっていうのは、だいたい20分ぐらいは最低でもかかるので、5分でメイクを終わらせるっていうのが、もう人生初めての体験なので、どうなるかわかんないんですけど、頭の中でね、ちょっといろいろ計画を立ててまして、最低限絶対やりたい工程と、時間がもし余ったらやりたいものにメイク道具を分けてね、やっていきたいと思います。はい。では、いきますね。よーい、スタート。あ、始まった。まず下地を塗っていきます。下地はね、なるべくテクスチャーの柔らかいものを選びました。こうビャーっと手で伸ばせるもの。あ、やばい、これ結構焦るな、意外に。そう、伸びがね、いいものを選んで、クッションにしました。クッションもね、割と時短なんで。やばい、何したのかと思って。うん、こんなもんでいいかな。で、次パウダーをはたいていきます。もうひっちょかめっちょかだ、下がこの辺の工程はマストですね。今3分、もう3分、やばい、思ったよりやばい。ベースメイクに2分も使ってる。そんなもんだよね、ベースが一番時間かかりますね。はい、 OK。 眉毛は大事。2分半までに眉毛を描き終えたい。あ、これパウダーも一旦やめよう。眉パウダーも省きましょう。省いて、そう、時間が余ったらやる作戦でいこう。とりあえず顔を完成させることが第一優先だね。あ、眉毛抜けてるし、なんか。やばい。はい、2分半過ぎた。2分半過ぎたので、次がアイシャドウ。アイシャドウはね、シャドウはもうワンカラーでいきますよ、ワンカラーで。ワンカラーの、あ、指で取っちゃった。筆の方が多分早く塗れるので、筆で取って、うわ、なんか落ちた。やばい。一色ぼかしつつ、ぼかしはね、入れないとやっぱり違和感があるので、そこは譲れないです。うわー、あんまり綺麗に塗れない。やばい、あと1分半。やばい、いけるかな。不安になってきました、私。はい、下まぶた。でもいけるか。あとチークとマスカラとラインも後にしよう。無理だ、諦めよう。アイラインは普段は絶対引きますが、多分きついですね、この感じだと。はい、はいはいはい。で、次ユーラーします。ユーラーして、やば、あと1分
スイス。あ、でもいけるかも。なんか、残り1分以内にして謎の余裕が生まれてきました、私。多分いけます、これ。はい。次、チーク。チークいきます。残り30秒です。え、いけるな、これ。チークも、ちゃんとぼかしてね。塗って。はい、最後、リップ。リップいきます。リップ出して、8、7、6、5、4、3、2、1、ああ終わった終わったー、やばい、想像以上にあっという間だったんだけど大丈夫かな。ちょっとメイクを見ていきましょうか。まあ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 、まあ、割と外に出れないほどのメイクではないですよね。髪の毛についてるし、私的にこう工程をね終えられなかったのが、あのアイブロウマスカラとハイライトとアイライナーなんですよ。これさえねできてればもうちょっと顔がはっきりして、いい感じになってたかなと思うんですけど、でもまあそれ以外は割とねベースメイクもしっかりできたし、アイシャドウとチークもぼかしつつ入れてリップまで塗れたので、まあまあ5分でメイク超急げばできるなと思いましたけどやっぱなかなかきついもんがありますねまあ眉毛も割とそれなりにかけてるし、まあシャドウがねちょっと雑な感じが否めないのと、チークもやっぱりぼかしきれてないので位置もめっちゃずれてるしっていう感じなんですけど、人生初めての5分メイクにしては上出来かなと思います。ではね、一旦このメイクのまま髪もセットしていきたいと思います。はい、髪の毛をセットして戻ってきました。まあまあ髪の毛もねセットしたら全然それなりにはなったかなっていう感じです。ではね、あの例えばじゃあ朝5分でメイクして出かけたけど、会社とか出かけ先でやっぱりねもうちょっとメイクを足したいと思って、あのメイク道具を持っていくことって結構あるかと思うんですね。なので今回もあのこの状態、5分で完成したメイクの状態にプラスするメイクっていうのを今からあのちょっとなんですけどご紹介していきたいと思います。まずはね結構塗りムラがひどかったアイシャドウを足していきます。アイシャドウはマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズの BR331 番です。そう、時短メイクでシャドウを選ぶポイントなんですけど、私だったらこうオレンジとかこうなるべく自分の得意なカラーのねシャドウで一色塗りするとねおすすめです。まあこう得意じゃない色を使っちゃうと塗りムラとかその顔の調子の悪さっていうのが余計に目立っちゃう場合があるので、こう自分の得意なカラーを一色塗りすることで、まあムラとかね塗り残しがあってもなんとなく全体で5分で仕上げたメイクに見えない、あの顔の調子がいいように見せるようにね得意カラーを使った方が私はいいなと思います。で、NARS のクライマックスマスカラのマスカラも足します。マスカラは私いつも2回塗りするんですけど、もうさっきはね1回しか塗る余裕がなかったので、はい、で引き損ねたラブライナーのブラウンを引いていきます。ラインはね多分いつも通り目尻だけちゃちゃっと休憩とかのタイミングで直すと思います。はい、で次足していくのはチークなんですけど、私的にこのちょっと位置がずれてるのがすごい気になるので、もうちょっと位置を合わせる感じで、あとぼかしたいですね、もうちょっと。やっぱりなかなかベースメイクっていうのは1回メイクしちゃうと外では直しにくいと思うんですよ。なのでやっぱり時短メイクで一番力を入れるべきはベースかなと思います。ベースさえ完成してればあとはね、最悪ちょっと外とかトイレとかで直せるので、直せないところから、力を入れるべきかなと思います。で、リップなんですけど、なんでこのリップをね、時短メイクで選んだかというと、まあ、グロスいらずのリップがいいなってことで、今回このクレドポーのスイーティーダーリンを選びました。こう、ほぼノールックで塗っても、
ちょっとはみ出しても目立たないような、そんなに紅白色じゃなくて潤うタイプがいいかなと思います。はい、メイク直しもこれで完成になります。いかがでしたでしょうか。今回ね、初めて5分メイクに挑戦してみたんですけど、もうね、ほんと想像以上てんやわんやで、自分的にはもうちょっとなんかうまくできたんじゃないかなとかも思うんですけど、まあ楽しんで見てもらえてたら嬉しいです。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。